辻竜太郎は大阪府美濃市出身の元プロ野球選手。現在はオリックスバファローズの打撃コーチ。選手時代の登録名は竜太郎。美濃市で生まれ父親である辻哲也が中日ドラゴンズに在籍していたことから竜太郎と名付けられた。父の影響で4歳頃から野球を始め、美濃大六中では当初を務めていた。中学3年の時に 選手権大会での上田慶藩の活躍を見て、松小学園への進学を決めた。高校では外野手に転校して1年夏から4番を務め、2年夏には選手権大会に出場。初戦で長崎日大と対戦し、中村隼人から9回に長打を放って同点への足掛かりを作ったものの、延長の末に敗れた。明治大学では小笠原隆と同級生で、 一年次からレギュラーとして活躍。一年秋には中村豊、筒井宗、野村勝則、柏子智といった、後にプロ入りする先輩選手が大勢いる中で4番レフトを任されていたこともある。四年次には首相を務め、春季リーグ戦ではリーグ3位の打率、367をマークして初のベストナインに選ばれ、優勝に大きく貢献した。 同年の周期リーグでも打率311でベスト9に選出されている。4年間でリーグ通算81試合に出場し307打数86安打打率284本塁打39打点の成績を残した。大学卒業後はヤマハに進み1年目の1999年2月にはアマチュア全日本候補選手として 巨人のキャンプに参加し、長嶋茂雄監督から直接打撃の指導を受けている。同年の都市対抗では若地師匠を受賞した。翌2000年は都市対抗で2試合連続本塁打を放ち、初の社会人ベスト9に選ばれている。2001年のドラフト会議でオリックスから8巡目で指名を受け、契約金2000万円、年俸600万円で入団した。 シナのグランセローズ時代プロでの登録名は、竜太郎となり、1年目の2002年は34試合に出場。翌2003年は、大島光一と共に、自主トレを行い、野球に対する高い意識に大きな影響を受けたという。同年は79試合に出場して7本塁打を放ち、特に、岩熊久志から記録した初本塁打は、NPB で一番の思い出になった。 2004年は、規定打席未満ながら打率。325をマークし、近鉄とのシーズン最終戦では、勝ち越しの3ンホームランを放ったものの、一軍出場は52試合にとどまっている。同年オフに、先週分配ドラフトを経て東北楽天ゴールデンイーグルスへの移籍が決まった。背番号は自ら当時編成部長だった、広野伊佐に希望を伝え、一旦は、 希望通り7に内定していたが、少し遅れて、自由契約でオリックスから移籍した山崎武氏も7を希望し、自ら龍太郎を説得する意向まで荒野に直訴したため、最終的にはオリックス時代と同じ48となった。2005年は開幕前に監督の田尾康氏から荒削りだが理想的と打撃を高く評価された一方で、守備を課題として指摘された。 楽天のファンサイトでは、レギュラーメンバー予想で、名前が挙げられていたが、同年は31試合の出場に終わった。移籍2年目の2006年は、打撃こそ好調だったが、守備、走塁の技術不足を露呈し、さらに出場機会が減ってしまった。移籍3年目の2007年は、オープン戦は好調だったが、一転して、シーズン開幕後は機会を活かせず、チームの戦力構想から外れて対談。 現役続行を目指し、12球団合同トライアウトを受験したが、獲得球団はなかった。2008年から高校時代を過ごした長野県を本拠地とする b c リーグシナのグランセローズに打撃高知県民で入団。2008年シーズン終了後に NPB の12球団合同トライアウトを再び受験したが、ここでも獲得球団は現れなかった。 2009年以降も引き続き高知県任選手として、シなのでプレーし、2009年は、首位打者に輝いた。2010年をもって、高知職を退任し、2011年からは選手に専念していたが、2013年からは再び、高知県任でプレーしている。2014年5月30日の福井戦で、BC リーグ史上2人目となる通算400安打を達成。 6月21日に選手契約を解除し、コーチ選任となったが、7月2日に再び選手登録された。7月21日の試合後に、監督の大塚将軍が、BC リーグ憲章に反する行き過ぎた指導があったとして、7月23日に活動自粛したため、7月25日の群馬戦から7月29日の新潟戦までの4試合で、監督代行を務め、 3勝1敗の成績を残した。10月14日に現役引退が発表された。引退と同時に2015年からフルス、オリックスに指導者として復帰することが発表された。背番号は79。選手時代は一貫して名前のみの竜太郎の登録名を使用してきたが、オリックスでの指導者選人となってからは、フルネームの辻竜太郎で登録されている。 2015年は2軍外野守備走塁コーチ。2016年から2軍打撃コーチ。2020年8月21日から1軍打撃コーチ。龍太郎に関するカテゴリー。ありがとうございます。